皆さんこんにちは、綿菓子です、今回なんですけれども、心理学、パチンコ屋でイライラした時に取るべき行動ということでね、お話ししていきたいと思います。で、かなり前の動画で、イライラした時の対処法みたいな、そんな動画をアップしたと思うんですけれども、その時にはですね、パチンコ屋の外に出て深呼吸しようねとか、パチンコ屋の鏡に向かってメタ認知しましょうねみたいな感じでお話ししたと思うんですけれども、皆さんその動画は見ていただけましたでしょうかね。はい。まだね、見ていない方は、そちらの動画も、概要欄にね、リンクを貼っておきますので、見てみてください。で、今回はね、また別のやり方ですね。ちょっと心理学に沿ったやり方なんですけれども、ご紹介していきたいと思います。まあね、パチンコを打っていて、3万円、4万円、5万円ってね、お金がどんどん入っていったり、あとね、映る台、映る台、全然当たらないし、自分が打っていただいたりとか当てられてしまうと、なんかイライラしてしまうこととかってありませんかね。まあよくあると思うんですけれども、そういった時に、心理学ではどういった行動を取るべきなのかっていうことですね。これね、結構面白い結果が出ていてですね、怒りとかイライラした時っていうのは、解決の糸口が見えなかった時の課題とかね、企画に向き合うとですね、集中力が、めちゃくちゃ増すんですよ。はい。要は怒りっていうのは、人を突き動かす強い力があるということなんですね。はい。これ理解できますでしょうかね。要は、前はね、その深呼吸とかして心を落ち着かせてから、パチンコと向き合うといいですよとか、もう熱くなる前に帰った方がいいですよみたいな感じでお話ししていたと思うんですけれども、今回はちょっと逆で、イライラした時、パチンコ屋でイライラして打っている時は、もうね、そのイライラしている自分と向き合ってですね、もうそのパチンコで勝つためにはどうすればいいのかっていうことに、シフトチェンジすることによって、どん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 ね、頭の中に、その勝つための知識が埋め込まれていく、インプットできていくわけなんですよ。はい。集中力がかなり増してですね、そのイライラしながらパチンコを打ったら結局金がなくなるだけなのでもったいないんですけれども、そのイライラしながら、スマホを使ってでも何でもいいんですけれども、自分のためになるようなことをインプットしていくことで、頭の中にどん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 吸収されていくわけなんですよ。はい。これめちゃくちゃすごくないですか。要は、まあパチンコ屋でね、そのExcelにデータをまとめることとかはできないので、自分なりにお店の法則性を探すためにね、なんかその他のホールのデータを見てみたりだとか、一回ねイライラした時に、周りのデータ状況とか見てね、自分なりに考察してみたりとか、まあやることってたくさんあると思うんですよ。釘はどうやって見たらいいのかなとか。はい、そういった部分に注目してみて、イライラしているからパチンコをね、どん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 お金を使っていくんじゃなくて、そのイライラしている時にこそ自分の頭に何かインプットできることはないかなと思って、何かね、ホールの中見渡してみるっていうのはものすごくありなことなんですよ。はい。もちろんね、その前回の動画で言った、深呼吸をしてみる、鏡に向かってメタ認知するっていうのは非常にね、自分の心を落ち着かせる上では重要なことなんですけれども、今回の言っていることはイライラしている時にどうすべきなのかっていうことなので、怒りを抑えるためにはこの間言ったことで、今回はイライラしている時にやるべき行動なので、そういった時は、ホールを見渡して自分の頭に吸収できることはないかなと思って、もうパチンコで勝つための知識をどん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 頭の中に入れていくことが大切ということなんですよ。はい。じゃあなんでね、ホールにいるうちに頭の中に情報を、勝つための情報をインプットしなければならないのかっていうと、皆さんもね、経験あると思うんですけれども、じゃあ例えばパチンコで5万円負けました。で、帰っている車の中とか、家に着いた時って、なんか冷静になりませんか？例えば、なんで私5万円も使ったんだろうとか、なんか、ムカつくな、情けないな、みたいな感じで考えるとは思うんですけれども、なんかパチンコ屋で打っている時のピーク時よりも確実に怒りが収まっていますよね。はい、そういった経験たくさんあると思うんですけれども、怒っている、イライラしている時に頭の中に情報を詰め込むことで、頭の中に吸収能力がものすごく高くなって、集中力も高くなるので、頭の中に吸収されるんですけれども、そういったね、冷静になってしまった時に頭に詰め込んでも、あまり入らないんですよね。はい、あまり入らないというか、人間っていうのは、集中力が継続できる時間っていうのはマックスで120分って言われていて、まあ長い人でも90分と言われているんですよ。はい。なので、集中力っていうのはそこまでね、長く継続しないので、パチンコ屋にいるイライラしている時から、自分の頭の中にパチンコで勝つための情報というのを、どん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 取り入れていくことが、ものすごく重要なことなんですね。
はい、というわけでですね、じゃあ最後に、今回の動画に合うような本をね、紹介して終わりにしたいと思うんですけれども、こちらですね。またメンタリスト大吾さんなんですけれども、超集中力っていう本です。はい、ちょっと画面が反転してて申し訳ないんですけれども、こちらの本は、喜怒哀楽にあった、ね、怒っている時とか悲しんでいる時だとか笑っている時とかあると思うんですけども、そういった時にどうやって集中力を高めるのかとか、人間の持っている集中力の限界とか、どうやってねマックスで集中力を高めることができるのかとか、まあそういった部分がいろいろ詰まっている本ですので、私がね、ぜひともおすすめしたい本の一つとなっておりますので、ぜひともねこの本を読んでみてください。はい、まあそんな感じでね、じゃあ今回の動画は終わりにしたいと思うんですけれども、もしですね、私綿菓子に何か聞きたいこととか相談事とかですね、パチンコのことでもバイナリーオプションのことでも、副業のことでもいいんですけれども、相談事がありましたら LINE アットをやっておりますので、気軽にご連絡してきてください。で、 LINE の名前追加方法に関しましては、概要欄にあるねリンクから追加していただくか、あるいは、LINE アプリの ID 検索にてアットマーク綿777と入力をしてください。で、この動画もね、気に入っていただけたら、参考になりましたら、ぜひともね、グッドボタンのほどよろしくお願いします。励みになりますので、ぜひね押していってください。あとね、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録もしていってくださると、めちゃくちゃ嬉しく思いますので、よろしくお願いします。それではですね、最後まで動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございました。バイバイ。